皆さんこんにちは。ここは昔ながらの風情の残る雑司ヶ谷です。昨年12月9日、ここ雑司ヶ谷がユネスコの未来遺産に登録されました。今日はそんな雑司ヶ谷についてお話を伺いたいと思います。本明寺にやってきました。ここ雑司ヶ谷の街の特徴についてお話しいただけますか？そうですね、雑司ヶ谷の街というのは下仁堂を中心としてその古い景色がたくさん残っている。雑司ヶ谷の2丁目の方へ行きますと、本当にこう昭和30年代思わせるような景色がまだ残っている。それから車が通れないような小さな路地があって、それがこうたくさん折れていてですね、迷路のようになっている。一方では欅並木のような歴史的な並木があって、昔はきっとここをみんな草履を履いたり着物を着たりした人が歩いてお参りをしたりなんかしていた。その同じ道をですね、今は自転車が通ったり車が通ったり、そういうなんかこう今と昔がですね、行ったり来たりする交錯するような街並みっていうのが雑司ヶ谷は至る所にある。それはとっても面白いところじゃないかと思いますね。今回ユネスコ未来遺産に登録されたわけですが、その経緯をお話しいただけますか？はい、昨年のですね7月下旬に豊島ユネスコ協会の方から、未来遺産として、申請したいということで相談がありまして、それでどの地域がいいかということで話し合ったんですよ。でその中でですね、やはり池袋から明治通りを挟んでほんのちょっと入ったところにですね、このような静かな、素晴らしい環境がある、この雑司ヶ谷が一番ふさわしいんじゃないかということで、申請しようという話になりました。区長にも相談したんですよ。そしたらですね、やはりまず地域の皆さんに、趣旨を説明して、でやはり同じ気持ちになって、申請した方がいいだろうということ で今回ですね、地域の皆さんを、に相談をして、それで申請に立ったということなんですよね。今回のユネスコの未来遺産登録というのは本当に思いがけないことだったんですね。大江式連合会ですとか鈴木水具保存会、それからボランティアガイド、そして四熟寺の会と、これ以外にもですね、いろんな活動をしてらっしゃる方々がいらっしゃるので、今回未来遺産ということで何かこう横糸が通った、新しい雑司ヶ谷の街を作るときにそういう新しい横につながった集まりというのが次の雑司ヶ谷の街を作っていく何か大元になっていくんじゃないかなと、そんな気がしています。ここ雑司ヶ谷は江戸時代から庶民の行楽地でした。岸夫人様は子供を育てる神様です。境内の子育ての大いちょう、またこの欅並木、未来の子どもたちに残したい景色を未来遺産に登録していただき大変嬉しく思っております。最後に未来遺産に登録された雑司ヶ谷の今後の展望、目標、展開についてお話しください。はい、雑司ヶ谷の長年こう培われてきている、歴史、それからさまざまな文化、それからですね、この素晴らしい自然環境、そういったものを将来に残していかなければならないと考えております。そのためにはですね、やはり地域の方々と意見交換を重ね、アイデアをいろいろ伺った上でですね、ソフトの部分、それからハードの部分、その両面からですね、この雑司ヶ谷の街づくりを進めていかなければならないと思っております。みんなで一緒になって、取り組んでいきたい、そのように考えております。ユネスコ未来遺産雑司ヶ谷、この登録はゴールではなくスタートなんですね。この雑司ヶ谷の歴史、文化、自然環境を100年後の子どもたちにしっかり伝えたいですね。